パラッツォ・デイ・コンサーバトリーの壁画、ロムレスとレムスから、部分、ジュゼッペ・チェーザリは、イタリアの画家である。ローマの宮殿や、教会の装飾画を描き、ローマ教皇クレメンス発生によって、騎士に除解されたので、カバリエーレ・ダルピーノの名前でも知られる。画家、ムツヨ・チェーザリと、スペイン貴族の娘との愛の子として、当時ナポリ王国の領地だったアルピーノで生まれたと、されるが、 出生地をローマとする説もある。1582年には、ローマに移っていて、ニッコロチルチニャーニの弟子になり、チルチニャーニの助手として、バチカンのロチアに装飾画を描く仕事をした。学者で司祭のイグナツヨダンティの推薦で、ローマ教皇グレゴーリウス13世から奨学金を受けた。ジャコモロッカに学び、ロッカの死であるマニエリズムの画家ダニエレダ・ボルテッラの作品を研究した。 1583年末にアカデミア・ディサン・ルカに入会した。1584年からトリニタ・デーモンティ教会で装飾画を描き、1585年にはクイリナール宮殿の仕事をした。18歳になった1586年に教皇庁美術文芸アカデミーの会員に選ばれた。ローマで教会の壁画を描く仕事をした後、1589年には、 ナポリで働き、サンマルティーの修道院で装飾画を描き始め、完成前にローマに戻ったが、弟のベルナルディーノ・チェザーリーがこれを完成させた。1592年に教皇クレメンス発生によって騎士に除外された。1591年から1598年の間はサンルイデでフランチェージ教会の装飾画を描いている。 有名な画家になるカラバッジオは1592年頃から1594年頃まで、チェーザリの女子として働いた。その他の弟子には、フランチェスコ・アレグリーニ・ダグッピオ、グイド・ウバルド・アバティーニ、ヴィンチェンツ・オマネンティ、ベルナルディーのパラソーレがいる。1599年にアカデミア・ディサン、ルカの会長になり、その後も、ローマで最も有力で裕福な画家として、多くの作品を描いた。 ありがとうございます。